前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。バッティングセンターに泊まった。安心しろ。この情報量は付けにしといてやる。わし、五代目近江連合本部の林今ね。払えないと言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。うせろ。こっちはヤクザに用はねえ。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。ご指名ありがとうございます。ゆずです。ひろみです。ご指名ありがとうね。 Ladies and gentlemen、 ここで飛び入りのファイターが登場です。甘い夜に包まれる前に。それを始末しねえと登場会背負って立つなんてできねえんだよ。サウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。もっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。おい、ちょっと待てや。お前、登場会にこだわっとるのと違うやろな。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。席外すのは面倒だろうが。はじめまして、楓です。はじめまして、ゆまです。いらっしゃいませ、ナナです。緊張しないでね、マッサージするだけなんだから。右に左にラッセルも描き、天に昇る竜が如く。その技本物かどうか試させてもらうぞ。お前は変わっとらんの。相変わらずいい顔をしておる。手加減はできない。気を緩めれば腕が飛ぶぞ。まあきっとお春のことだ。初めてこの町に来た時みてえによ、元気に頑張ってんじゃねえのか。あんたは俺を見逃し祇園へ戻る。俺は伝七郎を殺し吉岡を継ぐ。 あの展開から救い出してやれなかったことか。宮本武蔵などという男と戦う必要がどこにある。会いに来てくれはったんや、嬉しい。すまへん、おおきみ、なんでやねん。ちょっとどこ行く。どこ行く。到着。到着。うん、今のお前になら見えるはず。傷だらけだぜ。そうです、俺はそこに絶対的な絆というものが本当にあるのか知りたかった。どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。こうなったら桐生をぶっ殺してわしが登場会の跡目になったる。あんたが桐生さんか。うちの力屋が可愛がってもらってええようだな。犬小屋か。でも俺一度大工目指してくじけたんだよな。俺がリチャードソンを捕まえた時、その時までこのシェイクハンドは取っておこう。 You're welcome to try. This is the end of the line for you. 緊張しないでください、マッサージするだけなんですから。はじめまして、荒木さやかです。はじめまして、ネムです。はじめまして、桜井里奈です。はじめまして、西山里穂です。はじめまして、武藤静香です。はじめまして、桃香里です。
はじめまして、相川里奈です。警察ってのは嫌な奴が多いとこです。捕まったら無理やり自白させられてしまうかもしれませんよ。毎日面会に通い続けたからですね。結局一度も会えませんでしたけど。冴島さん、俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。それなりに人に感謝されたり喜ばれたりすることもあった。葛城に渡すふりをするから自分を宗像の計画に参加させてほしいって言われた時にね。主従関係を超えてはいけない。どの時代でも必ず使う側と使われる側の人間は決まってるという。よろしくお願いしますね。こんなの無理。